どうもブルーエンカウントです、ブルーエンカウント4月8日ですね、ニューソング、ハミングバードリリースとなります。ありがとうございます。今回はですね、初のブルーエンカウント初の配信限定ということで、うん、ダウンロードストリーミングね、はい、いろんなもので皆さんすぐ、聞けるんじゃないかと思います。スマートフォンがある方はねすぐに調べていただいて、うん、ということで、ガラケーの方は聞けないということ。もうガラケーの方はなんか着歌みたいなの撮っていただいてね15秒バージョンみたいなね、懐かしい、よくありましたよね、 A メロだけみたいな、ね、そうね、あーこれいいなと思って買ったら A メロだけかよみたいな、しかも自分で音符打ち込んで作るみたいな、ね、そう懐かしいね、全然できないので和音とか作れなくてね、懐かしいな。いやーいかがですか、ガラケーですけどそのガラケーに対して言いたい、俺はでも逆にガラケーに戻るんじゃないかなと思ってますけどね。あ、この先に。そう。だって折りたたみのなんかスマートフォンがもう開発されてるんですね。ありますね。結局それ一緒じゃないかと、はいはい、いうことで、だからね、結局回り回ってね、うん、みんな音楽に帰ってくるんですよ。だから、その、うん、娯楽なんていっぱいあるんですよ、世の中。まあまあまあ多いです。もう表に出りゃね、うん、いろんなやれ、なんかあれだと。例えば何ですか？やれ何ですか？やれギャンブルだとかね、なんかそのパチンコだとか、偏ってますけど、競馬だとかね、いろいろありますよ。協定だとかね、なんか長藩みたいな話がいろいろありますよ。なかなかいないですけど、もう回り回って最終的に音楽に帰ってくる。あ、結局みんな音楽に帰ってくる。みんな音楽に帰ってくる。やっぱそっちでギャンブルしたいからね。そう。よくわかんないですけど。ちょっとわかんないですけど。まあでもね、それぐらいね、まあ今ね、ちょっとほら、お家にずっといなきゃいけないとかね、その外出自粛しないといけないとか、はい、そういうのが今いろいろあってね、世知辛い世の中になってますけども、まあ家にいる時ぐらいね、こう爆音で音楽流してもらってね、楽しんでいただきたいなと思って、そういう思いを込めて作った温かい楽曲でございますので、皆さんぜひね、しっかりと聴き倒してほしいなと思っております。5月からですね、全国ツアーも始まりますので、詳しくはオフィシャルホームページの方をチェックよろしくお願いします。ということでございまして、皆さん体調管理に気をつけて、みんなで元気にね会いたいなと、はい、ギャンブラー置いといてということで、はい、ね、うまい言葉が見つかりません、もう。なので帰りたいと思います。はい、はい、ということで皆さん、またお会いしましょう。じゃあね、以上ブルーエンカウントでした。うい、やったことない人のやつね。マージャン、タバコ吸ってない人のやり方だよね。灰皿、灰の上にあるロン。変わったな。ちょっと違う。